こんにちは。こんにちは。何してんすか今日。いよいよね、あのホーム開幕戦ということで、今日はトークショーを担当させていただくので、はい、誰とトークショーする？そうなんですよ。今日ね、スペシャルゲスト平林さんです。動画撮ってないで。動画撮ってないで。お久しぶりです、キヨさん。はい。どうですか久しぶりの。懐かしいですね。懐かしいですよね。はい、何年ぶりですか？8年ぶりです。8年ぶり。8年ぶりに。キヨさんが維新に帰ってきてくれました。今日は楽しみましょうね。トークショー昔の話も、まあ、これからの車についてもしっかり話したいと思うのでね、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。はい、カメラマン兼司会兼、はい、何やったかわかんないけど、はい、頑張っていきます。嬉しい。キヨさん、久しぶりにピッチどうですか？入りますか？やっぱピッチはスパイクで入んないとね。いや、すごい。ピッチはやっぱスパイクじゃダメ？ダメ。革靴じゃ入れない。ダメ。失礼。いや、でもこの景色やばいね。懐かしいでしょ。懐かしいね。最高ですよね。俺8年ぶりって言ってるけど、はい、山口の一番最初に来たことを考えると、うん、12年前だからね。そうだよね。一番最初に来たのは12年前ですもんね。そう思うとすごいね。いや、ここで歴史を刻んできてくれたんですよ、キヨさんは。12年前だよ。赤ちゃんが小学校卒業するで。さあ、キヨさんが久しぶりに維新のピッチに入るのか。入らない。入らないのか。いいね。やりたいっすね、ここで。キヨさん、どう？グッズ売り、グッズ売りとかあるよ。あっちのメディアが。握手お願いします。お久しぶりです。人気者です。はい、何年ぶりですか？サイン何年ぶり？8年ぶり。ありがとうございます。だいぶこれ浮かれちゃうね。喜んでる。平林さん喜んでるよ。どこで見せたっけ。著者のその写真を見せます。若いんですよ。めっちゃ若いんですよ、みんな。でもあんまり変わってない。あんまり、あんまり。私なんかもうすごくね。すごい人が多い。あ、本当だ。これあの反感です。反感の時、反感の時に若いでしょ。若い。そう。いやもう今楽しいのはね、ね、平林さんのおかげですよ。本当に本当におかげ。ありがとうございます。神様、覚えていてくださり、ありがとう。忘れませんよ。みんなも泣きやったよね、ゴールはね。最後のね、あのゴールは。よかったっすね、よかったっすね、もう人気者っすね。あんなオレンジ色の頭してる人と10年前写真撮ってること忘れ、大体撮ってますって。みんな応援してくれたから。ほら、みんな手振ってるよ、キヨさん。そしてつながりは思いを強くなる。お茶目。お茶目だな。そしてキヨさん手振ってるよ。私たちにできることを、未来のために、地球のためにやってみよう、ユピア。こんにちは。はい、今日専属です。頑張ってください。はい、頑張ります。今日さ、レノファのバスとかこれでじゃなかったでしょ。乗ったことない。乗ったことないです。乗ったことありません。キヨさんはだいたいいつも左後ろでしたよね。一番右後ろでしたっけ。右後ろ特等席。はい、特等席。いや、キヨさんどうすか。バス、レノファのバス変わりましたよ。でかっ、すげえな。今日何喋ります、キヨさん。何、まあ、思い出しっかりね、話していきましょう。みんな知らないエピソード盛りだくさんなんで。俺の昔話をどこまで共感してくれるか。すごい気になる。モーターの数とかどうですか、キヨさん。いや、でも多く感じますね。まあ自分は中にしかいなかったから、久しぶりの感覚とこの初めて外から見る感覚が、自分がホーム向こうだったから、ああそうだ、こっちになってる感覚も違うし、
ちょっと、まあ、いろんな感情がある。面白い。よろしくお願いします。はい、今日のゲストを紹介します。伝説のレジェンド平林清弘さんです。よろしくお願いします。いや、まずはね、お帰りなさいですね。はい、お久しぶりです。覚えてますかね。大丈夫です。覚えてるでしょ。じゃあちょっとここからトークショーさせていただきますので、座ってやらせていただきます。失礼します。よろしくお願いします。キヨさん、何年ぶりにスタジアムは？8年ぶりに戻ってきました。8年ぶりに。はい、はい、昨日もね、僕キヨさん駅まで迎えに行ったんですけど、その間も懐かしい懐かしいずっと連呼しててね。え、でも今日どうですか、このサポーターの多さは。サポーター、まあ自分は中でしか経験したことなかったんで、この雰囲気すごい、あのプレイヤーの時に映像として見てはいましたけど、あのすごく新鮮だし、やっぱり人もたくさんいるんで、今日の試合もすごい楽しみですね。そうですよね。で、今日さっき清さんとちょっと早めに来て、こう外を散歩させていただいて、その時皆さんからすごく温かいね声かけていただいたりして、で清さんあれですよね、ホーム戦のサポーター席が変わった時もうあれですよね、変わったの知らないんですよね。知らない。昔ビジョン側だったんですよ、サポーター席。そう、それが今こっちになってんのもね、違和感。違和感。違和感ですよね。違和感。すいません、あの久しぶりの山口なんで。はい。でもどうでしたか、サポーターの皆さんとこう触れ合って、さっきは。いやー、でも僕も結構顔覚えてる方なんですけど、はい、本当に懐かしい、昔を思い出させてもらえる方がいっぱいいて、なおかつ変わってないねとお世辞でも言ってくれるので、やっぱり山口の人たちあったかいなと。そうですよね、あったかいですよね、サポーターの皆さん。はい、ここでキヨさんは2013年からですね、デノハ山口に所属していただいて、2014年間ですもんね、7までプレーしていただきました。でその時はもう全て昇格をしてきたメンバーの一人、そしてキャプテンとして4年間務めてくれました。その中でもキヨさん、思い出に残ってるゲームだったり出来事ってありますか？たくさんあるね。たくさんあるよね。全部昇格ですもんね。すごいですね。大丈夫、昔話で大丈夫。皆さんついてこれますかね。ついてこれる。だってまあありがとうございますね。中国リーグからスタートして、まあ、そこから1年ずつステップアップをして、今の J2 っていうところにいるわけですけど、まあ、僕の記憶上、いつも大事な時にはあなたが何かをやってくれると。はい、そうだったかな。自分でも言っちゃうぐらいね。そうなんですよ、キヨさんは本当中国リーグから J2 上がるまで全ての大事な試合でいろいろとね、得点だったりそれ以外のところでもチームのためにやってくれてたわけですけど、どうですか、自分の中でのこうベストゴール聞いちゃおうかな。ベストゴール。ベストゴールはもう満場一致でしょ。ですよね。満場一致ですよね。あれは本当に、はい、周りのみんなオレンジ色が、うん、みんな涙してたんで、僕は涙が出ませんでした。逆にもうあの僕の分までみんな泣いてくれてたんで、はい、本当に心がそうですねいっぱいになりましたね。アウェーの鳥取戦ですね、 J3 から J2 に上がる最終戦、あの時のエピソードなんですけど、行っちゃって僕とキヨさんしか知らないエピソードをここでちょっと披露したいんですけど、負けてる状態でした、最後の最後まで。最初に相手に先制をされて、で岸田のゴールで同点に追いついて、また追加点を やられてしまって、で本当ラストギリギリのところに行ったところで残り交代枠が1枚でした。で僕とキヨさんとゴールキーパー3人の中で誰が出るかで、僕はそれまでの試合全試合出てたので、まあ、当然僕が出るだろうなと思ってたんですけど、選ばれたのはキヨさんだったわけですよ。でもその時に僕らこうサブのメンバーはやばいやばいと、他会場の結果もちょっと知ってたので、このままいったらまずいぞっていうことを言ってたんですけど、キヨさんはずっと一人で大丈夫大丈夫
サッカーは何が起きるかわからないからもう信じてやろうっていうのを常にベンチメンバーにずっと言ってくださってて、で最後一緒にウォーミングアップをしてて、平林キヨ行くぞって監督に呼ばれた時に僕の肩を2回トントンって叩いて、お前の分まで頑張ってくるからな、行ってくるからって言っていったらすぐ点取って帰ってきて、覚えてない。いや呪文のように大丈夫っていうのは自分に言い聞かせてたつもりが多分出てたんだろうね、はい、いやもうねこの男どこまで伝説作るんだよって思いましたもんね、あの時。いや分かったね。でもまあ自分の感情としては別に俺が出たいとは思ってなかったけど、はい、出るんならもう時間なかったから、はいはいはい、ハーフラインの外で待って笛聞くの嫌だなと思って早く入りてえとは思ってた。まあそうですね、もしかしたら終わっちゃう、ね、時間帯でもあったんで、ボール触らずに終わってあそこでポツンって立ってんのは一番嫌だなと思って。でもあのボールがちょうどキヨさんのところに来たじゃないですか、リュウタからのボール、小池リュウタからのボールが、あの時はもう何も構わずもうとりあえずシュートの選択しかなかったんですか。もうそうだね、 あれはなんだろう、でも最後のプレーとは思わなかったけど、とりあえずシュートを打たなあかんなっていう気持ちはあったから、はい、もう敵のいないところでボール待ってて、リュウタ絶対出せよと思いながら、うん、待ってたら本当に来たんで、もうぶち込むだけだったね。いやでもあれはねもう本当サポーターの皆さんがね鳥取の会場をジャックしてくれた、その思いが本当こもったシュートをねキヨさんが放ってくれて、あのアウェーの中ね、はい、本当にアップの時にもびっくりしたね。そうですよね、人が多くてホームかと思うぐらい本当に来てくれてたんで、はい、そうですね、なかなか鳥取まで遠くてね、遠い中来ていただいて、ね、声援送っていただいて、いやもうやるしかねえとはね、アップの時からみんな言ってたし、でも試合はうまくいかない中ね、間違いない。そうですよね、でもそうやってやっぱ地域リーグの時から J3、J2 と駆け上ってきたわけですけど、その中でやっぱりこうレノファ山口っていうチームが成長してきたなっていう感じたこととか、こう地域が密着になってきたなって感じた場面とかってありますか。まあ来た、僕が来た一番最初は、はい、中国人、中国人じゃなくて中国社会人サッカーリーグだったんで、まあサポーターの方たちは J リーグ行こうって歌ってくれてて、すごい心強かったし、当時はこっちで試合じゃなくて向こうの、そうですね、ラグビーサッカー場があるんですよね、ラグビーサッカー場の方が試合数としては多くて、でまあだからこそサポーターの距離もすごい近くて、そうですね、で応援してくれてる人たちも身近に感じれて、まあ、試合こなすにつれて街中でもやっぱり声かける機会、声かけていただける機会すごく多くなってきてて、はい、まあ一緒に本当に1年ずつ昇格しましたけど、毎年毎年なんかその数が増えていくのはすごく自分の中でも驚きだし、はい、声かけてもらえていることもすごいありがたかったですね。そう、やっぱその頃ってこう僕も JFL から携わらせてもらってるんですけど、どっちかというとやっぱプロサッカー選手って意識っていうよりはやっぱ一、なんだろうな、自分のがサッカーやりたいから山口に来たっていう選手が中には多かったんですけど、山口のサポーターの皆さんのおかげで選手たちはプロ意識が強くなったというか、その感覚ないですか。それは間違いなくあるね、はい、まあ、自分がいた時はそのプロ契約選手っていう数も本当少なかったんで、うん、中国社会人リーグだから、まあ、プロリーグじゃないんでね、はい、だけどやっぱりその見られる立場としてのやるべきことっていうのも作ってもらえたし、やっぱり試合を見に来て何かを感じてもらえることをこっちも提供しないといけないん で、最後まで諦めないプレーっていうのは、まあ、勝負事なんでね、はい、勝つ時もあるし負ける時もありますけど、でも負けても伝わるものはあると思って僕はやってたんで、はい、まあ、それが本当に最後の最後でもいい形になったのはすごい良かったかなって。やっぱそうやってね、地域がこう密着も強くなってサポーターも増えてって、どんどん山口のこの維新スタジアムは特に変わってったと思うんですけど、その中でキヨさんがこう山口に
ある印象というか印象強いところ、まあ、まず最初12年前に初めて山口に来たんですよね。そうだね、はい、4年間在籍したから、はい、12年前に初めて山口来たことになるけど、はい、まあ街もね変わりました。全然違うよね。あ、さっきで言うとね、はい、チームバスなかったから。あ、そう、そういう環境も変わったんですよね。もっと言うと、うん、僕はクラブハウスにも入ったことないし、はい、バスに乗ったことないし、そう思うと本当にプロチームになってきたなって。そうですよね。でもそう、まあプロチームにはなったんですけど、そこまで来るこう段階をしっかりとこう、なんだろう、選手もそうだし、クラブとしてもそうだし、地域としてもいろんな人がこう携わってくると大きくなってきたわけじゃないですか。でもその中でやっぱり清さんが思 う、 こう山口の、なんだろうな、どうしてこうやって山口のレノファ山口っていうチームが強くなった要因というか。難しいね。強くなった要因なんだろうね。でも、まあ、諦めないことが根本的にあるところは、はいはい、やっぱりこうやって応援してくれる方がちゃんといて、はい、それを感じ取って、はい、純粋にプレーにぶつけれる選手たちが多かったんで、なんだろうな、本当に、まあ、昇格が毎年続いたんで、はい、勝ってる数の方が明らかに多いんだけど、でも負けそうな試合も何回もあったし、もちろん、うん、そこはなんか本当どっちが上とかじゃなくて、選手もチーム強くしたいし、サポーターもしっかり、なんだろう、応援してくれてる気持ちが、はい、本当にうまいこと重なり合って、ここまで大きくなってきてるんだなっていうのを感じるかな。そうですよね。やっぱこうどん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 クラブとしても選手もそしてファンサポーターも増えてる中じゃないですか。でもやっぱりこう今あるレノファ山口っていうチームもやっぱチームを離れてからも気にはしてくれてるんですか。それはね、あの情報としてはあんまりやっぱり遠いんで入ってこないですけど、はい、でも自分からやっぱり気になって見ちゃうんで、どうかなっていうのは毎年常に気にしてはいました。そうですよね。そう、たまになんか年、ね、シーズン始まる前とかにキヨさんから電話もらって、今年どうなのみたいな。大丈夫ですよって。そうだね、うん、そういうのもありますもんね。だいたい気にしてくれてますもんね。まあ、なんだろうな、うん、J2 で上がって、はい、ちょっとまあ落ちない力はついてるのかなって感じてはいるから、はい、あとはじゃあここから上目指すにはどうしていくってなると、そうですね、まあクラブとしてもそうかもしれないですけど、うん、まあ町の人たちもね、やっぱり僕がいた時の頃から応援してくださってる方たちももっともっとね、はい、巻き込んで、もっと選手にパワーを与えられるぐらいすると、また選手もね、そうですね、変わってくるかもしれないし、それにつながるんですけど、やっぱこうレノファ山口っていうチームが J2 に上がってきて、やっぱ目指すところはね、皆さん J1 昇格じゃないですか。ですよね。僕らはね、そこまで達成はできなかったですけど、そこを達成させるには、昇格するには何が必要か、キヨさん目線で全然いいんで。でもまあやっぱりサポーターの力は間違いなく大事ですね、うん、そこはなんだろう、自分も感じてきたことだし、はい、うん、すごいありがたかった部分でもあるんで、こっからもう一息、そうですよね、うん、サポーターの力でもう一つ上のレノファを作っていけれるように、うん、まあ、いろんなこともっとできると思うし、はい、まあ、クラブとしてもそれを感じて変える部分もあると思うし、その辺はなんかサポーターもチームを作っていってほしいかな、一緒に、うん、っていうのはすごく感じてます。そうですね、やっぱりこうクラブも地域密着であるべきだし、ファンサポーターの人たちももっともっと選手とクラブと関わってほしいって僕自身も思ってますし、クラブが強くなる、そしてレノファ山口は特にそうなんですけど、サポーターの皆さんがレノファを成長させたと僕は思ってます。さっき言ったように、やっぱプロ選手がプロ意識が強くなったところだったり、選手が頑張らなきゃいけない環境をファンサポーターの皆さんが作っていただいたと思うので、 J2
J1 昇格には必ずね、そこは必要になってくるので、引き続きもっともっとこう1人でも2人でも多くのサポーターに来てもらえるようにね、皆さんもご協力よろしくお願いします。はい、僕ももうサポーター側なんで一緒に選手の尻叩きましょう。僕もですよ、はい、一緒に叩いていきましょうね。で、今日1万人プロジェクトっていうことで、会場には約今んとこ昨日までかな9000人予想って出てたので、でもどうですか、9000人の中僕らも、まあ、1万人超えた試合もあったじゃないですか。あったね。やっぱり選手違いますよね。たまらんね。たまらん。たまらんすね。足が動くね。足動くよね。嫌でも動くよね。わかります、わかります。で、特にこうホームでやった1万4000人超えた横浜 FC 戦だったりセレスト大阪戦っていうのは嫌でも動きましたよね。動くね。やっぱ、うん、やらなかんなってなるもんね。ピッチから見る、そのさっきもね、ピッチの中入ってスタジアム見ましたけど、どうですか。いやごめん、懐かしいしか出てこないんだけどいい雰囲気だし、はい、この後もね、始まるから、そうですね、もっともっと盛り上げてね、はい、試合楽しみにしたいね。そうですね。で、もうちょっとで時間なんですけど、どうですか、今のレノ早間口の印象というか。なんでしょうね、自分が年取ったからかのか、はい、若いなって、選手が、選手が若いなっていうでも山瀬さんも自分より年上の選手もいて、すごい、まあ今年も今年で楽しみ、うん、すごい楽しみ、はい、そろそろ平林さんちょっとお時間になるので、最後皆さんに一言メッセージをいただけたらなと思うんですけど、メッセージをうんじゃないですよ、うんじゃないです。あ、まずはお集まりいただきありがとうございます久しぶりに山口に戻ってこれることになりました。ずっと早く行きたいなと思ってたんですけど、なかなかタイミング合わず、で、まあ、こういう機会を作ってくださったチーム関係者の皆様ありがとうございます。で、お帰りと温かく迎えてくださったサポーターの方々もありがとうございますもう昔のいい思い出もありつつ、でも新しいものも作っていかないといけないと思うんで、今後ともレノファをしっかり支えていきましょう、皆さんで。で、今日の試合しっかり応援しましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、そろそろお時間なんで、トークショーの方終わりにしたいんですけど、やっぱりこう僕ら OB 選手もやっぱり今のレノファ山口っていうチームを本当に心から愛してますし、どん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 成長して J1 昇格してほしいと本当に思ってます。まあ、そんな中で僕らは過去の選手として本当過去のレノファ山口の1ページにしか過ぎないです。でもそこに携わらせていただいたのは非常に自分としても本当に価値のある時間を過ごさせていただきました。今日も試合があります。そんな中で今頑張ってる選手たちが新たな歴史をきっと作ってくれると思います。伝説のゲームになるかもしれません。それを期待して今日もしっかり応援して、そして今シーズン優勝を目指して頑張ってくれる選手たちに温かい声援を今日よろしくお願いします。はい、それではちょっとお時間となったのでトークショーを締めさせていただきたいと思います。本当に今日はたくさんの方にお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。勝ちましょう。キヨさん、はい、もう始まってます、ね、始まってる、はい、どうでしたか8年ぶりのスタジアム。いや、いろんな人に触れ合えたんで、はい、すごい楽しい時間でした。たくさん来てもらったし、いや本当めちゃくちゃ来てもらって、39番来てる人もいたんで、ね、嬉しかったです ね、 ですね。あれは今日いないと思ってたからねそう、39番来てる人いないと思ってたから嬉しかったです。見つけれたね、ちょくちょく来てもらいたいですね。いや本当キヨさんもそうだし他の OB 選手もね、うん、来てもらったりしたいですし、まあ、やっぱり僕らは過去の選手としてでもレノファに携わったのは非常に嬉しく思ってますし、心から今でもレノファ山口を応援しているんで、まあ、OB としてできることをしっかりとサポートしていきたいと思います。で、今日新たなね歴史ができるかもしれないんでしっかりと応援していきましょう。はい、行ってきます